緊張すると呼吸が止まりそうになりますよね。はいはいはい、その場合はもう横隔膜が動かなくて、うん、胸で呼吸してるんですよ。浅い呼吸で、そうするとどんどんあの、はい、二酸化炭素が外に出てしまって、はい、呼吸が、まあ、荒くなってしまうと、より緊張してしまうということになります、はいはい、なので今日はまあ一番シンプルな横隔膜を緩める、うん、リラックスを体にもたらす腹式呼吸をちょっと実践していただきたい。鼻からまず息を吐くところでやってみましょう、うん、お腹をへこませて吐き切ったら自然にあの息を吸い込めると思うので、吐き切ったところで息を今度お腹を膨らませながら吸います。でまた吐き切る。で次は吐き切ったところから、4秒かけて息を吸います。お腹を膨らませながらですね。1、2、3、4で4秒これ止めます。1、2、3、4、そして8秒かけてゆっくり吐きます。お腹をへこませます。8という、これがワンセットです、はい、止めるっていうのがちょっとポイントですね、はい、止めるのがポイントで、うん、止めるとですね、体に二酸化炭素が残るんです、はい、少し二酸化炭素が増えるとどうなるかというと、はいはい、吸った息は酸素がたくさん取り込まれる、うん、肺から、うん、血液に乗りますけれども、はいはい、その後にヘモグロビンにくっついてですね、という赤血球にくっついて全身を巡るわけですけど、うんうん、それが必要なところで切り離す、その酸素を必要な細胞に渡さなくちゃいけないんですけど、その時に二酸化炭素が必要なんですね、うん、なので呼吸が早すぎて二酸化炭素が外に出ちゃうと、出すぎると二酸化炭素不足になってしまって酸素が全身に行き渡りす。ごいやっぱりその意識としては、酸素は必要で二酸化炭素は不必要って思い込んでますよね、はい、ですよね、はい、実はそれ必要なんですね、はい、酸素を一定量は必要、はい、運んでやるためには、運んで全身に届けるためには必要なわけです。なので、はい、4秒間止めることで二酸化炭素がストックされて、はい、酸素が切り離しやすい状態ができてですね、あの酸素が届けやすくなると、全身に酸素が行き渡りやすくなるということになります。面白いのをやってみます。はい、では、はい、まず吐き切るところから、はい、で吐き切ったら4秒数えますので、はい、で4秒止めて8秒吐くというのでやってみます。はい、ではまず鼻からお腹に息をですね、あのお腹で出入りするように意識して、まず吐き切ります。で息を吸います。1、2、3、4で4秒止めます。1、2、3、4で8秒吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8という感じですね。最初のように、はい、自分の意識が変わったから、はい、酸素が運ばれてる感じがします、はい、そのイメージが重要だと思うんですよね。そうですね、はい、すごい単純な呼吸法だけど、これで健康になれるとしたら、はい、やったほうがいいですね。本当にいいですよね。ちょっと目がすっきりするというか、なんか目がパチッと開くような気がします。はい、はい、それはあの気分だけじゃなくて、多分実際そういうことが体の中で起きてるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。